続きまして、アスカ先生、愛子様こんばんは。本日も楽しく学ばせていただきたいと思います、うん、質問です。ネットで超古代日本に三つ目族がいたという情報をキャッチしました。手塚治虫先生の漫画三つ目が通るのお話にもリンクするそうです。また三つ目族は宇宙のバランスを地球にも下ろすための役割を担っており、ある時その能力を封印し、自分たちの存在の痕跡もすべて消し去ってどこかへ消えてしまったそうです。三つ目族の情報を何かご存知であればお教えください。三つ目族やったからそうぜ。足何本？三本でしょ。三本やったからそうです。今姿消してます、はあはあ、で第三の目、うん、両目三角形でしょ、うん、はいはい、三角、はいはい、一番上の三つの神様を知ってて、あの、いや第三の目っていうのはね、よく仏教圏にもありますけど、これは実に言えて妙でね、うんうん、このことを知ってれば預言者ってことです。実際目ん玉があるっていうんじゃないか、象徴なんだよ、うん、だからその三本足もあれ象徴なんだよ。三を持ってるものはこれは預言者ってことなので、預言者は姿を隠してる。日本では三つ目族というのは、もっと言えば天孫族のことです。物の目系もそうですよ、はい、だからどちらでもいるのはレビだからね、だから旧約聖書新約聖書含めて関係しているのはそういうことで、だから三つ目族というのは、はい、ヤタガラスのことです。だそうです、はい、続きましては、飛鳥先生こんばんは、うん、どうも。ワンダーライフの頃からのファンです。古っ。福千年王国の時代は、うん、イエス・キリストの統治のもとに地上世界から選ばれた人類と、シャンバラやエノクシティの民と一緒に地上天国を建設していくということでしょうか。うん、はい、そうですね。ただ中空世界という、まあ、どういうことかというと、まだ完成形じゃないんですよ、うん、この世界、我々今いる世界3次元の世界ね、ここはいわゆる普通の世界、まあまあ、俗に言うところの、まあ、低い次元の世界だね、はい、で次はもうちょっと上の世界があって、でこれは聖書で言うところのこれは月の世界、うん、月の